計と切ろう。うん。うん。切った。あ、鳥ピュピュ。うん、ピュピュ言って。やばい、明るい。今、なんと、4時半です。4時半 ?4 時半。え？起きれた。普通にめっちゃ寝た感じあった。でももう登ってんの、4時半なのに。え、開けてみよう。うん。奇跡じゃない、こんな。うん。ちゃんと起きれたの。もう一回寝る。うん、そうだね。あとでもう一回。鳥だっけ？鳥か。春の鳥じゃない。ほうほう、影響がいますね。腰大丈夫？うん。よし。どう？大丈夫、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 大丈夫。行くよ。うん。静けさいいね。よし、すげえ足アンチェリウム。起きれましたよ。え、時計ずらしてないよね。ずらしてる。なんでケイトの俺の携帯も見る。いや、ありえない。だってありえないもん。起きれるわけないもん。あ、赤ゲラがいますよ。赤ゲラ見に来ていいな。椅子持ってくるか。5時半にかけた。5時。5時だ。かっこいいよ、ケン、起きて。でもケイトも今日すっきり、すっきり起きたね。なんでだろう。5秒ぐらいで起きた。いや、さすがにこのロケーションだったら起きなきゃまずいって思ったの。てかもう7時ぐらいだと思ったから、明るくて。ああ、明るかったね。終わったと思って一瞬で目覚めた。
景色ね。ああ、なんか曇りもいいね、やっぱ。ここまで動画をお楽しみいただきましたが、なんとこの先の音声が取れていませんでした、うん、ほんと3日前ぐらいに発覚したんだよね。声ちっちゃくなった。暗い。2日ぐらい胃が痛かった。暗い。あのマイクが半分抜けてて、今ハマってるよね。ハマってた。ハマってた。大丈夫。こんな感じでマイクのコードが半分抜けていて、うん、これ以降の音声が一切入っていない状態でした。はい、ということで日沼夫婦またやらかすというインスタに載せたらさ、日沼夫婦らしいですねみたいなコメントだったよ ね、 うん、でも過去最大なんじゃないこの失敗は。確かに撮れてなかったら本末転倒だもんね。伝えることができないから、ね、で、まあ、このままこの動画はもう使わない予定だったんですけど、うん、ちょっとせっかく撮って映像は残ってるので、映像に私たちがちょっとアフレコをしながらそう、ね、そのお届けするという形に。どんな会話してるのかみたいなのをちょっと実況しながら、あ、かなり短めにそうね、うん、終わらせますので楽しんでいただけるのかがねちょっと不安なところだけど、早速続きに参りたいと思います。乾杯。朝の5時過ぎぐらいですかね。コーヒーを飲んでおります。お寒い寒い。いやこの日ねまだね3組ぐらいしか起きてなかったんだよね。ね、うちらにはもう奇跡のような時間だったんだよね。一人占めみたいな、二人占めみたいな感じだったね。うん、うわ最高。水面にさ綺麗に映ってて本当に最高だった。もう一回行きたいね。うん、でちょっと寒くなったし、まだ5時半だしってことで今から二度寝をするんですよ。うん、二度寝が本当に気持ちよかったな。でストーブの灯油がちょっと足りないって言って入れようとしてるんですけども、動きがすごい俊敏で、私の動きが早く二度寝したいっつってめっちゃテキパキ動いてた。いつも呪いのにスクリーンにしてね眺めながら、うん、うん、ちょっと横になるんですけど、これでも寒くて眠れなかったね、うん、大して結局寝たっけ。いや多分ほぼ寝てないと思う。こんな感じでね横になりながら湖が見えてね、うん、二人でたわいもない会話をして、うん、談笑しつつ何喋ってたか、うん、覚えてないのでアフレコはできないんですね、うん、なので解説になりますけれども、おそらくたわいもない会話です
でも4時半から起きると本当に時間が長く感じて、うん、2日目がさ、うん、本当にいいわ。贅沢すぎじゃん、うん、寝た、寝ました。自由ですね。で眠れず、冷え性なんだよね、ケイトがね、極度。特に足、多分足氷みたいだったんだよこの時、うん、でストーブに足をつけるってなって、コットに対して90度に寝て足を温めております。かかとがさ、もう乾燥しまくっててさ、それ関係ないでしょ。かかとカッサマンっていうあだ名でしょ。それ今日ついたあだ名じゃん。あ、朝ごはんですね、ご飯ですか、うん、朝5時に起きてすんごい余裕があったのにダラダラしすぎて、なんとこの時もう9時10分ぐらいなんだよね、うん、かなり焦ってます。チェックアウトが10時なんですね、うんうん、あと50分しかありません。でこの日初めて導入いたしました、コールマンのホットサンドメーカーを使っていきます。椅子を買って以来コールマンの虜になっております。確かに、うん、前日に余った春キャベツを炒めてですね、こちらに卵を投入しまして、うん、ホットサンドの中身ね、うん、うん、なんですけど風が強くて全然焼けず。もう時間ないのにね、うん。風よけをつけてやるんですけど、やっと焼けたんですかね。うわーいいね、うまそう。キャベツと卵とハムとチーズのホットサンドを今作成中です、うん、このニトリのフライパン全くこびりつかなくない、うん、本当に優秀。大好き大好き、500円ぐらいだし、めっちゃ安いよね。いや、うん、500円はないっしょ。500円ないけど700円ぐらいかな。1000円は超えてないよ。1000円はしない。はい、チーズのせます、ハムのせます、さっきの具をのせま す。ここは私のスマホで撮っていたのでたまたま音声がちょっと入っております。マヨネーズかけて、またチーズ、ハムを挟んで、結構だね、うん、ボリュームですよね。で、この時9時半ぐらいですよ、もう。おそらくチェックアウトがですね、10時になっております。ご覧の通り、ジェクションはまだ片付けてません。やばくない？やばい、この夫婦、本当に。何してたの6時ぐらいから9時まで。二度寝でしょ。でも結局寝てないんでしょ。うん、何してたの。ぼーっとしてたじゃないだろ。あ、出来上がりましたね。かわいいね、あの柄が ね、柄いいね、コールマンの柄が、うん、もう盛り付けも適当だもんね。キウイ半分に切ってトマトポンポン乗せて終わりみたいな、うん、頑張って映えさせようとしましたけどっていう感じの。断面めちゃうまそうだよ。でもでうまかった、本当にホットサンドやっぱ好きだわ。このホットサンドメーカーさ、3,000-4,000円するんだよね、うん、でずっと買えなかったんだよね、うん、なんかちょっと高いなって感じがして ね、うん、でもうちら家にいるときは毎週ホットサンド朝ごはんで食べてるから、うん、やっぱりキャンプ場でもやりたいってなって、うんうん、ついに購入に至りました。もう時間がやばいっていうのに、ココアを え、ほんとやだ。最後ココア流し込んだんだよね、うん、もうやばいやばいってやだ。これ多分9時40分ぐらいだよ。はい、あ、もう締めに入りました、うん、これさすがにやばいということで、湖のすごいいいキャンプでした、それではまたって、もう速攻で閉めて早く片付ければいいのに、こんな後ろ姿もちょっと撮って片付け終わりました。でこの後にまた失敗が起きるんですよね。なんとチェックアウトが11時だった。
20分でさ、もう息切らしながらさ、うん、そう全力で走ってさ、片付けたんだよね。めちゃめちゃきつかったね。腰に相当悪かったと思うよ、あれ、うん、で、やばいやばい、もう10時だって言ってすごい走ってるところを声かけてくれた人がいたんだよね、うん、で、うちらめっちゃ走って片付けしてたからさ、うん、多分声かけづらかったんだろうけど、声かけてくれて、いつも見てますみたいな感じでね、うん、して、あ、ありがとうございます、でもチェックアウトが10時なもんですいませんみたいな、急いでてみたいな言ったら、え、11時じゃないですかそう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 、え、11時なんですかってなって、もう片付けた後だったからもっとゆっくりできたのに1時間前倒しで帰るっていう、ちゃんとね、うん、オチがあったんだよね、あったんだよね、この日も、うん、まあ失敗で終わってうちららしいねって言ってたんだけど、そんなこと言ってるのも取れてないっていう、そう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 二段オチでまあまあ俺ららしい感じですかね、いつも通りな感じでそうですね、うん、はい、そんなこんなで次回はちゃんとコードが入ってるかを確認した上で撮影に挑みたいと思います。いや、この日さ、やっぱすんごい綺麗だったからさ、うん、どうしても映像に残したかったっていう思いが強かった。いや、それもあるね。これでなんか大してね、景色も見えない、もう雨土砂降りで真っ暗みたいな感じだったらまだ諦めついたんだけどさ、この日が最高に良かったからな、ね、また次回はしっかりした映像をお届けしますので、今回はこんな感じでお許しください。今日もこんなグダグダな感じでしたが、ご視聴ありがとうございました。それではまた。